第8試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー270ポンドマイク・バートン、外国人舞台の新エースマイク・バートン。赤コーナー280ポンドスティーブ・ウィリアムス、最強の名を欲しいままにしてきたスティーブ・ウィリアムス。王道新世紀2001ジャイアント馬場3回忌追悼興行第8試合を迎えました。30分の一本勝負で行われますシングルマッチ、スティーブ・ウィリアムス対マイク・バートンの一戦です。放送の解説は週刊ゴング竹内康介さんです。竹内さん、はい、スタン・ハンセンが引退しました。となると全日本を背負って立つこの外国人最強レスラー、この2人のどちらかと言っていいですね。まさにこの2人に絞られてきましたね。この一戦に全てをかけるマイク・バートン、こちらがマイク・バートン、そして一方スティーブ・ウィリアムス、188センチ123キロ、最強の名を欲しいままにしてきました。さあ今ゴング、運命のゴングは鳴り響きました。第8試合30分の一本勝負シングルマッチ、全日本マットにおける最強外国人はどちらか、白黒はっきりつける運命のゴングはすでになりました。左がマイク・バートン、そして右側スティーブ・ウィリアムス、バックを取ったマイク・バートン、194センチ120キロ、くるっと体を入れ替えてバックに待ったのはスティーブ・ウィリアムス。オクラホマ大学時代アマレスで4年連続大学選手権を制したスティーブ・ウィリアムスのその胸に学生杯を思いっきり打ち込んでいくバートン。明石さん、これが外国人のパワーですね。すごい音ですね。正面からぶつかっていったバートン、力と力、パワーとパワーのぶつかり合い、まさにこの円軸のドクターですかですね、上昇気流に乗った一つのゴールデンレフトか、その戦いですね。見どころはそこと言っていいでしょう。足を取った、アマレス経験のあるスティーブ・ウィリアムス、自分に有利な体勢、バックをまず取ります。もう一度立て直します。これウィリアムスのセコンドにはマイク・ロトンドがついてますね。マイク・ロトンド、最強タッグの優勝チームですね。長年何回にもわたって日本人選手が世界タッグ続いていましたが、ここで久しぶりに外国人同士のコンビが取りました。押し込んでいってるマイク・バートン、このマイク・バートンが非常にクローズアップ注目されたのが98年の7月27日 WWF のアナハイム大会で開催されたブロール・フォア・オールという格闘技トーナメントでウィリアムスとの対決が実現しました。シングルマッチ見事一発 KO でバートンが勝利しています。その時にまさしくゴールデンレフトの称号が世界に知れ渡りました。あー輝いた、そのままコーナーに叩きつけられたバートン。そしてバートンのセコンドにはジムスティーユでしょうか。ジムスティーユですね。お互いに自分のパートナーの行く末を案じてこのリングに駆けつけてきています。どちらが勝つか、この外国人同士の頂上対決。スティーブ・ウィリアムスは全日本のマットに90年の2月に初登場しました。94年 7.28 日本武道館大会ではそれまで7連続防衛を記録していた三沢を下して第11代の三冠王座につきました。おっと場外で、おっといたよ、なんということか、鉄柵に肩をぶつけましたね。エプロンの反動を利用して、そしてそのまま後ろ、鉄柵に肩を打ち付けたバートン。こういうちょっとバックドロップの仕方はないですよね。初めて見ましたね。まあ、実績から言えばウィリアムス、しかしこのバートンも一度世界の座を取っている。
ただバートンの場合ですね、あのバートガン時代ですね、あれはどうもこのエースに遠慮して今一つね、このインパクトがなかったんですけどもね、ちょうどエースがやっぱりその WCW に行きましてね、単独になってからね、がぜんそのマイク・バートンとしてやっぱり浮上してきましたね。やはり自分がやらなければという自覚、責任感なんでしょうね。ボディアタックを、そしてそのまま後ろ投げていきます。フロントスープレックス、さあカバーに入る、このウィリアムさんがカバーに入る機会が増えている。一方的にバートンが技を受けるような形、ウィリアムスが次から次へと技を繰り出していきます。さあ後ろに回ったフルネルソンの構えだ。フルネルソン取った。これは投げた壊しました。おっ、これはベンバスターの構えだ。ロープ越し、エプロンから持ち上げて、対空時間が長いんです。バートンのブレンバスター、そして魔王術師を落としていきます。頭に血が昇って真っ赤なスティーブ・ウィリアムス。このウィリアムスのようなごつい体ってのは、ね、ブレンバスターで非常に上げにくいんですよね。それをあそこまでまっすぐ、そして対空時間の非常に長いブレンバスターカバーに入ります。エースがアメリカに戻りました。そしてバートン、自分がこの全日本を背負っていかなければいけない、エースの座につかなければいけない自覚、そして責任感、それが大きく大きくこのバートンを飛躍させました。2000年の 8.20 後楽園ホール大会タッグマッチでしたが、あ、カバーに入りました。タッグマッチでしたが川田からピンフォールを奪いました。そしてその勢いを持って臨んだ世界最強タッグ決定リーグ戦、ジムスティールとコンビを組み決勝トーナメントまで進みました。そのタッグを組んだジムスティールが今セコンドについています。ここからバートンとしては自分の流れに持っていきたい。中央でボディスラム、さあそして何を持ってくるか、セカンドロープに登っている、エルボー狙いですかね。ダイビングでエルボー落としていった、カバーに入ります。ウィリアムスも2000年の世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝しています。さあ鉄柵に打ち付けられたウィリアムス、後方からはバートンがトップロープに登っているぞ。高い飛んだ、飛びました。バートンが鉄柱トップロープから場外に飛びました。飛びながら左でパンチを打ったような感じでしたね。打っていましたか。パンチでしたね。体を預けるようにしてそのパンチが入っていました。さあバートンの目が生き返りました。バートンの目が生き返っています。カバーに入ります。カウントは2。さあここは攻めていきたいバートン。バートンも今年はね、3冠初挑戦という一つの期待もかかってますからね。そのためにもこの試合でいい流れを作りたい、存分にこの自分をアピールしておきたいところ。ハイキックから、あーそのままスパインボムのような形になった。さあ押さえつけられたぞ。抱え上げて背中から落とす。ウィリアムスのうまさ、この自分の体の密着のさせ方ですよね。この体重を非常にうまく利用してますね。それはやはりあのアマレス経験があるということも言えるんですね。オールアメリカン、アメリカの選抜チームにも選ばれました。オクラホマ大学時代、アマレスで4年連続大学選手権を制しているんです。ぶちかましていきます。さあカバーに入る、返しています。バートンも厳しくなってきました。さあここでウィリアムスが仕上げにかかるか。オクラホマスタンピート、おっとレフリーに当たってしまった、レフリーに当たってしまった。あと後ろに逃れたのはバートンだ。あとエスクラッシャー、カバーに入ろう、とレフリーがまだ倒れている。カウントは入りません。ロトンドに対して
ウィリアムスのタッグパートナーです。ロトンドに一撃、パートにとってはちょっと惜しい勝負のチャンスでしたね、グロッキー状態のウィリアムスにカウントが入りません。先ほどのウィリアムスがオクラホマスタンピートを仕掛けた時にレフェリーに当たってしまいました。さあこれでカウントが入るか、間に合った、カウントが入ります。2で返しています。レフリーもちょっとロッとしている。さあここはバートンとしては攻め続けていきたい。外国人最強レスラーはどちらだ、因縁の対決、最後にこのマットに立っているのはどちらか。コーナーに振ってキックで迎撃、もう一度エプロンから、さあ何を送り出すか、トップロープに登ります、登ります、あと打ちつけた、急所を打ち続けてしまいました。ガツンという音がここ放送席まで聞こえてきました。トップロープからの攻撃は失敗。さあウィリアムスが何を持ってくる、危ない、非常に高い位置、逆水平、そしてウィリアムスがヘッドバット、一番上に乗ったぞ、なだれ式のフロントサイブレックス、高い位置から急降下、さあ殺人ボムだ、カウントが入る、おっカウント2、ドクターボム、しかし返しています。さあバートンがちょっといろいろとしているぞ、バックドロビックか、現在ホント返した、体を浴びせた、体を浴びせた、バートンまだ生きている、あーっとここで殺人バックドロップ、デンジャラスバックドロップが決まった、足がかかっているのでカウントは入りません。立て続けにいくか、連続でいった、いった、いった、後頭部からいっている、バートンが大の字だ、動けない、動けない、カウントが入る、カウントが入る、全日本の最強外国人レスラー、その称号はスティーブ・ウィリアムスに上がりそうです。デンジャラスバックドロップ2連続、この外国人レスラーのエースの座は渡さんという、そのウィリアムスの気迫の一戦。